クロード・ブイリケッツは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の4番艦。艦名は、クロード・ブイリケッツ提督にちなむ。当初は DD、DD-955 として指定されたが、1957年4月23日に DD、DDG-5 に、艦種変更される。1959年5月18日に、 ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所でビドルの鑑名で寄港する。ビドルは1960年6月4日に浸水し、1962年5月5日に収益した。ビドルは1964年7月28日に、7月6日に死去したリケッツ帝督に敬意を表して解明された。 クロード・ブイリケッツは1975年11月22日に発生した巡洋艦ベルナップと航空母艦ジョン・ F ・ケネディの衝突事故の際、ベルナップの救助任務に当たった。ベルナップは搭載していたダニが爆発し炎上したが、クロード・ブイリケッツの乗組員は損害を最小限に食い止めるために戦った。結局ベルナップは上構え部分が崩壊し、 ベルナップの乗組員7名、ケネディの乗組員1名が死亡した。クロード・ブイリケッツは1989年10月31日に退役し、1990年6月1日に除籍、1994年4月15日にスクラップとして売却された。スクラップの契約は1996年10月1日に終了し、 2001年12月18日にフィラデルフィアのメトロマシーンインコーポレーテッドに転売された。ありがとうございます。